祈りに近い気持ちを込めてサイコロボタンを押しました。新津清、新津は今お山上がったんですがまだ足りません。はい、まあ、1回戦ラストスタートですからね、とはいえ可能性が初めはねもう全然ない可能性はもう少しずつ現実味を帯びてきましたからね、次にまた小山をやっぱりクラス上がってくれば優勝へのカウントダウンねあるかもしれませんよ。そうですね、今ニーツは 23,800 になってこれがまあトータルだいたい5万点ぐらいになってくると現実味が出てくるわけですね、はい、今藤崎さんがやっぱり1位なんで、はい、例えば藤崎さんから直撃を取るともっと条件は軽くなると思います。あ、そうですね、まあ、でもやっぱり注目はねこの佐々木さんと藤崎さんの、はい、1000点をめぐる争い。そうね、依然としてこの2人は上がった方が優勝です。そうです、友武さんはちょっと苦しくなったのかな条件バイマンとあとマンガンを藤崎さんから直撃という6-4直撃からマンガン直撃に変わったわけですね。そうですね、リボンなくなっちゃいましたからね。あ、そうかそうか、いや佐々木さん軽そうですよ。手の中一面ツができている親のニーツ、そしてこちらは総図で一面ツの友武、沢崎はどうでしょうこの形。あ、お、あ、軽いですね。お、これはかなりのアドバンテージ。うーん、ちょっと藤崎さんはこれ仕掛けられないからね、ちょっと動きにくいですよね、この辺りも順調か。インシャンテン、やめるやめるインシャンテン、あ、でも感情埋めた埋めた、まだ分からないですよ。はい、追いついてくるか藤崎。親のニーツはまだリアンシャンテン、まだリアンシャンテン、あ、でも椅子薄もちょっと薄くなってきたから、あ、そうですね、ニーツさんがこういう感じで持ってるとでも単野へ切り替えたりするといいぞいいぞって出ちゃうんでね、それがキャッチされる可能性も。ああ、でもこれドラの一品切り出したから単野はかなり意識してますね。やっぱ脳天が一番ね怖いんで動ける体勢にはしときたい。これはいらないですよね。なるほど、はい、あのもう1000点でいいんで、狙いは一数層6球満あたり。ああ、単位来ましたね、どうだ天敗は入りません。これ運満と振り替えて数層のチーテン取れるようにしておきたいですね、なるほど。そしたら9万でも、あ、これはすごい超急所の、ただリーチだねこれは。そうですね、リーチはいりますね、ただリーチ棒出た瞬間にね、2着に落ちるんだよね、はい、そうすると友武さんの条件も変わるんじゃないの。友武さんの条件は、まあ、2着にならないといけないんで。あ、そっか、そんな変わらないか。そうですね、満直が 6-4 か 5-2 になるぐらいな感じじゃないですかね、あ、手を形決めましたね、はい、どうだ。さあ来た、リーチだ、リーチだ、サボロッソ、はい、さあ優勝へのリーチ。あー、これは先に仕上がった藤崎、これよく先制取れました ね、まあ、ただ待ちは薄い、手の内5枚場は0。あ、じゃあ3枚、あ、2、あ、1でした。じゃあ2枚残り2ですね、はい、ドラのいいピン見えました。さあそして追いつけるか沢崎は一数層6球は追いつかない。この嘘やだね。うん、まあ、でも転敗したら行くよね、全部切るでしょう、ね、上がられちゃったら終わりだからね。そうですね、それはニーツも同じ。友武さんから数層が出る可能性もあるし、うん、そうするとチーして発進ですよね。もう目いっぱいでしょこれは。嘘か、行きましたね、勝負どころです。あとニーツさんが追いつけるか、イース急速と、あ、追いつけんじゃない、イーソー行くんじゃない、急走イーソー、どっちでもイーソー、まあ一通もありますからね一応。あ、そう、まあでもやっぱりイーソー選択、あのやっぱり受け入れね、これ換算層換算層限定しちゃうと厳しいですからね。さあチュン、ハクともにチョンパイ。あ、そうなんだ。イーピンはまあ筋でかなり切りやすいですよね。ウーソーは、いやいや、あ、そうか、サウスをしたね、はい、切りました。
どうだ、天パスタ、さあ追いついた、イスウソ現物待ち、あれイスウソ、あ今打たれたんだ、イスウソセーフです、あえー、おー間違えた、あ珍しい、どうした、間違えた、珍しい、間違えた、いやあるんですねこんなことが、あこれを見逃さなかったか他の3人、さあ今リャンソーは切れますが、でもスウソが危ないよね、危ないですね、いや珍しい、のこれだ、うわ沢崎だ、上がったのは沢崎、今テンパったばかりスウソを打ち取った、しかも最後は三色という手役付きです、いやまあ結果的にですけど ね手役はね、本当は手役で終わりました、はい、いや最後の最後までしびれる対局を見せてくれました、すごかったですね、はい、第14回モンド名人戦終了、優勝したのは沢崎誠、名人戦初優勝です。